皆さんこんばんは米国間マスター高大島ことハンドガレージの大島です、えー、さてまた新たに市場は悩みの種を抱えてしまいましたそうイスラエルとイランの問題です、えー、もしかすると急転直下何事もなかったかのように市場が危惧する事態は解消されてしまうかもしれませんがまあ、この問題いずれにしてもくすぶり続けるでしょう、えー、なぜならこれは宗教的政治的に根深い対立が根底にあるからです まあ詳細は省きますけども要はイスラエルはユダヤ国家であってイランがシーア派のイスラム教を国境とする国であるという宗教的な違いが両国間の基本的な緊張を生み出しているからです。 だから逆に言えば、あこれはイスラエルが建国された時からの問題であり、まあ、一朝一夕に解決する問題ではなく、えー、あえて出席されることを恐れずに言えばですね、まあ、極端な戦果の拡大を見ずに、そこそこに収束してくれたら、ベストシナリオということになるだろうと思います。えー、まあ実際、週明け月曜日のニューヨーク市場は、このままイスラエルが反撃せずに来られてくれそうだという期待で、一旦この問題を脇に追っかけたとも言えます。 ただ問題の根はかなり深いところにあるので、間違いなく火種は完全には消えません。えー、確かに原油価格は多少上昇しましたが、まあ、ブレントオイルの値段で見ると、90ドル程度の水準を維持しており、ロシアがウクライナに侵攻し始めて、まあ、その5月に120ドルまで上昇したときとは、かなり状況は違うと言えると思いますす、まあ、それれよりむししろ私は次の点ににポジティブに注目したいいと思いますこれです。 どこがポジティブに考えられるか、そういうポイントかといえばですね、今年1月の FOMC の時に比べて、長期金利がじわじわと上昇しているという点ですね。まあ、このままいけば、仮に3月の FOMC 時点のドットチャートが示した年末の FF レートの水準、まあ、すなわち4.6%に FF レートが低下してくれれば、2022年7月から、すなわち2年近く続いているイールドカーブの逆イールド状態も 解消される目処が立ってきたからです、まあ、逆イールドは一般に景気の腰折れリセッションなどを示唆するものとして本来株式市場にとってはネガティブなものです、まあ、その解消に目処が立ってきたということは実にポジティブな話です、えー、なぜならそれでもなお株価が上昇しているからですこのチャートは2023年初めからの黄色の線がの10年再利回りで後の残りの4本の線はソック指数を含む米国の主要株価指数の推移です まあ何を見ていただきたいかというとです、ね、2023年末をそこに切り返してきた長期金利の上昇の中でも、金、まあ、利上昇には滅法ぽ弱いという一般的には信じられている SOX 指数、まあ、そこから少し出遅れてナスダックも上昇しているとういう事実ですね。まあ、チャートに表示した、あのここから右が2024年という赤い線のところから、まあ、右側を見てください、このチャートは15日の引き値まで含めて作成していますけれども、この時点でニューヨークダウはほぼほぼ年初来の上昇を吐き出してしまっています。 が SP500 もナスダックもともに年初来で約6%のプラス即指数を約12%のプラスをまだ維持しています金利は当然上昇していますそれというのも本来長期金利の上昇はアメリカ経済が好調であることを反映したものでありまあ、人員的に利下げをしたり利上げをしたりの結果ではないからですまあ、経済が好調であれば本来的に株価が上昇するのが道理ですから業績好調な企業が多い指数ほど上昇して当然ということですね そこでもう一枚のチャートをご紹介します。えー、これはあの今更マグニフィセント7かと思われるかもしれませんが、その7名柄と年初来約6%の上昇を維持しているナスダックを含めた相対パフォーマンスのチャートです。えー、縦の赤線から右側が今年2024年です。アップルとテスラは目に見えて低迷していますが、まあ、残る5名柄は順調に上昇しています。上から NVIDIA、メタプラットフォームズ、 アマゾン、アルファベット、マイクロソフト、えー、そしてナスダックの順ですね。まあするともうお分かりだと思いますけれども、共通項は AI ということになります。いや、あの、アップルもテスラも AI 関連ではないのかとういう声が聞こえてきそうですが、アップルについてはあイエスとお言えますが、テスラについては現状はやはりそれはノーとしか言いようがありません。 このチャートでは見にくいのですが、実はアップルについては3月に入って以降は横ばい、もしくは上昇という傾向になっています。まあそしてはっきりと断言できることは、AI のビジネストレンドは、まあ多少利下げが遅れようとも、あるいは仮に戦火のインフレ懸念対等で利上げに変わろうとも止まらない流れだとういうことです。 おそらく諜報機関や国防関連では、パランティアの AI プラットフォームは、ブードキャンプを含めてニーズが高まることがあっても低下することはなく、おそらくこうした国際情勢になればなるほど、まあ、オラクルと n v i d i a が協力して推し進めるソブリン AI などのニーズは膨らんでいるはずです。 まあ前回お見せしたこのスライドのことを思い出していただければというふうに思います。まあ、イスラエルとイランが対立しているという問題、あるいは FRB が利下げをいつから始めるかというようなことが、まあ、彼らの現状のビジネス展開に実質的にどの程度影響すると考えられるかということです。 まあその意味ではですね、実は先日アリゾナ州フェニックスで開催されたあのインテルビジョン2024で、まあ、インテルの,あのパッド・ゲルジンガン CEO がですね、AI Everywhere というタイトルで話されたあの貴重講演、この先の大きなヒントがその中にもありました。それがこちらなんですけども、 まあ、基調講演のタイトルがあの AI エブリオーヤというぐらいですから、まあ、AI がそこら中につまりデータセンターだけではなくてです、ね、エえ自分やまでも AI が普及するという意味で、まあ、その鍵となるのが AI パソコンの普及だと,い,、はい、ということを話されていたんですね。 ま、AI パソコンとは従来のパソコン。あの、特にビジネス用途のパソコンは、基本的にあの CPU がメインで、まあ、グラフィックス機能でさえ、最近は CPU 内蔵のそれで十分に事足りるとこういう性能にまで進化してしまった上に、まあ、一方であの、ノートパソコンで GPU を搭載しているのは、まあ、ゲーミングパソコンなどと呼ばれて、別物の道を歩んでいるので、 まあ、AI 用途専用の NPU チップこと、まあ、ニューラルネットワークプロセッシングユニットをです、ね、搭載したパソコンのことを呼ぶ呼び方です。ご承知かもしれませんが、すでにマイクロソフトの Office365 は、まあ、法人契約分,の分だけではなくてです、ね、個人契約でもサブスクライブしていれば、追加であのコーパイロットの契約も可能で実装できるようになりました。 まあこうなってくると、まあ、当然 CPU だけでは AI 演算能力が決定的に不足するという状況になりましてもちろんあのネットワークにつないで使うという方法である程度なんとかなるかもしれませんけれども、まあ、ネットワークは必ずしもいつでもどこでも使えるというものではないんですね。 まあ、アマゾンの人工衛星を使ったあの高速無線弾のあのカイパーなどがですね、えー、プライム会員向けの無料サービスなどをして、まあ、提供される時代になれば話は変わるかもしれないんですけども、まあ、現状では世界的な規模で見ると、まあ、あのアメリカ本土でさえまだまだ通信が届かないエリアっていうのはたくさんあります。 ま、なので、エッジ AI としてノートパソコンを機能させるには、ネットワーク接続なしのローカルの状態で AI を稼働させるしかないんですね。また、あの、ノートパソコンでは当然バッテリーライフの問題があります。まあ、なぜあの、既存の高性能な GPU ではダメかというと、ま、GPU ではバッテリー消費が大きくて、ま、長時間使うには現実とか言えないからなんですね。そしてもう一つとても重要な要素として、あの、AI パソコンのニーズには、プライバシーやデータ保護があるということです。 まあ、ネットワークに接続するということは、プライバシーやデータ保護観点では、とてもリスクが高まります。まあ、そこで専用に開発された NP を搭載した AI パソコンが出番となるんですね。まあ、この件に関して、あの、パッド・ゲルキンガー CEO、すなわちインテルはですね、この例のセントリーノのようなやり方、あそんな方策を考えているようなんですね。 えー、セントリーのこれ、ご記憶の方も多いと思いますけれども、世界中のカフェや空港などのパブリックスペースで、まあ、このロゴがついているパソコンならば、簡単に公衆無線 LAN が使えるというものでした、まあ、これによって、ですね、まあ、一気に無線 LAN が普及して、身近なものというふうになったんですね。まあ、この考え方を AI パソコンの普及にも使うという話です。また、えー、来年10月になると、Windows10 のオフィシャルサポートが終了します。 つまり、ようやくですね、パンデミックの頃に買い替えられたパソコンの代替自由が喚起されるということですね。まあ、この流れには、まあ、イランとイスラエルの対立も、利下げの期待も、その時期も、当然全く関係ありません。まあ、久しぶりにインテルから現実的ないい話が聞けたという感じでした。 ま、そこでですね、投資家としてはまもなく始まる市販決算発表シーズンを前に、まあ、すでにあの JP モルガンやゴールドマンサックスなんか決算発表を終えてですね、まあ、引きこもごもっていう感じなんですが、まあ、主力どころがこれからですので、まあ、再確認も兼ねてですね、こちらのスライドを見ていただきたいというふうに思います。これはあの先ほどのマグニフィセントセブンを題材に、まあ、株価バリエーションの指標として最も身近な PR をまとめたものなんですね。 あの、アメリカ株の投資ベテランの方には、まあ、社に説法の話になりますが、まあ、日本株の PER と違って、えー、アメリカ株の場合、同じ PER と言っても、他にあの PE とだけ言う場合も多いようにも思いますけれども、まあ、実は4種類もあるんですね。で、通常日本株で PER と言ったら、まあ、今期予想 PER の一つですから、で、米国株の恐れには驚かれるかもしれません。 えどうして4つの PR があるかというと、ですねまずは財務報告の計算基準が、まあ、ノン・ガープとガープの2つがあるからです。 まあ、ノンガープとガープの違いは、えー、ガープは、あの、Generally Accepted Accounting Principle の略で、一般に認められた会計原則を意味しまして、まあ、ノンガープとはガープに基づかない、えー、まあ、任意の会計方法で、まあ、企業が自社の財務状態をより正確に表現するために、独自の基準を設けたものですよね。で、ガープによる報告は、規制に基づいた厳格な基準を満たす必要があって、まあ、このため投資家やあの、監査人が企業の財務状態を 公平に、まあ、セクター横断的にも比較ができるということになります。まあ、一方、ノンガープの指標は特定の経費とか収益を除外することで、まあ、企業の運営成果や、まあ、コア業績をより明確に示すことが目的なんですね。まあ、例えば、再編コストであるとか、まあ、非現金経費、まあ、一時的、またはあの非反復的な要素を除外することができるというものです。 ただしあの、ノンガープはですね、企業によって異なるため、異なる企業間での比較にはあまあ適していないというところです。まあ、なので、投資判断を行う際にはあの、ガープとノンガープの両方を見る必要があるんですけれども。 でそしてあのもう一つの分類が TTM と FWD なんですね。まあ、TTM とフォワードの違いはまあ集計する期間の違いになりますけれども、まあ、TTM が意味するところはトレーニング12マンスということで、まあ、TTM は直近の完了した12ヶ月間のデータという意味で、まあ、企業の最近の業績を反映していると。 なので、現在の経営状況を理解するのには有効です。一方で、WD ことフォワードの方は、将来の予測データという意味で、この場合はアナリストによる将来予測の市場コンセンサスを指します。 えこちらが日本の今期予想 PR に該当するんですけども、まあ、日本株のように企業が発表している年度予想をベストするのと違いまして、まあ、アメリカ株では一般的に純粋に市場コンセンサスに基づくものと多いことになるんですね。まあ、だからこそ、決算発表の時に市場コンセンサスの収益を超えたか超えないかということが問題になると多いことになるんですが、でえー、先ほどのスライドに戻りまして、まずはセクターがあります。 実はここにもあの面白い点があるんですけれども、アマゾンとテスラが同じなんですね。このセクター分類は、SP500 などで使用される主要な産業分類システム、GICS、グローバルインダストリー・クラシフィケーション・スタンダード、使われる11のセクターのうちの1つなんですけれども、今週、ディスクレショナリー、日本語では一般消費財セクターと役約セクターに分類されています。このセクターーにに消費者が自由に購入するか選択するるか選択製品サービスを 提供する企業が含まれて、まあ、例えば自動車、アパレル、レジャー、施ス、家電製品などがこれに該当するんですね。もちろん、その下に産業分類では amazon があのブロードラインディテイルとおーなって、えー、テスラの方はオートモービル、マニファクチャラーズとおー明らかに別物にはなるんですけども。ちなみにあのこの産業分類では、えー、一般消費財だけでも13人下の分類があります。 で本題に戻りましてまずは上段にノンガープ、下段にガープとして、さらに TTM と FWD を歴史して、その下にフォワードと TTM の差分を TTM で割った比率、まあ、つまり、ですね、これ、将来予測値ベースで計算すると、どの程度数字が変わるかというパーセンテージを入れてあります。なので、もし企業の将来見通しが右肩上がりになる場合はマイナスであり、その絶対値がより大きくなります。 で、反対に足元の状況よりも厳しくなる場合、まあ、テスラが実例になりますけれども、まあ、プラスのパーセンテージとなって、その絶対値が大きいほど減速、まあ、感が強いということになるんですね。 まあ、一般的にはひとまず見るべき数値というのは、ノ、まあ、ングアップベースのフォワードのところになると思います、まあ。要するにコアビジネスの将来性を見るという意味なんですね。でこの観点で見てもらうと、明らかなあ通りですね、パーセンテージの部分で、先ほどのチャートの動きがほとんど説明可能だとこういうことになります。で、またもう一つ重要なことは、やはり絶対値水準の横比較は、まあ、あまり意味がないとういうことですね。 そこでもう一枚スライドをお見せします。えー、これは直近で動画で取り上げた銘柄の PR について、まあ、先ほどのスライドと同じようにまとめたものです。まあ、この表の中で ARM、INTEL、あとマイクロ o n t e c h ー、o TTMPR に NM と表記しましたが、えー、この意味はあの、 ノット n ーニングフル、またはあノットメジャーラブルおの略で、つまり意味がない、もしくは計測できないということなんですね。まあ、要はあの赤字の時があって計算できないですよということなので、まあ、その下のパーセンテージのところには NA、NA、えー、ノットア i l イラブルとおいうふうに表記してあります。 まあ先日のあのアームについての動画で PR が1500倍では割高なんじゃないのというコメントを頂戴しましたので、まあ、ご覧いただけるとおりですねノンガープベースの FWD の方で計算するとこれが105.18倍になるということを確認したいと思いますガープベースのフォワードでも約600倍ですから、まあ、一時的な費用を除いてコアなビジネスの見通しは、まあ、随分と違うことがわかります、まあ、この意味するところはですね収益がコアの部分はぐいっと急成長すると予想しているということです まあその意味では、AMD に対する市場の評価は、パランティア以上に高いということでもあります。まあ、一方、オラクについては、まだ市場の評価が追いついていないのかなというよりはです、ね、これ、すでに高い期待を織り込んでもいるし、まあ、TTM と FWD が同じような水準であることから、成長トレンドは放物線上というよりは、直線的なリニアなものだと読み解くことができます。 一方ですね、インテルのノンガープベースとガープベースでこれだけ水準が違うというのは、ややなんでだろうなと、合点がいかないという気もしております。まあ、ということで、決算前、今回はここまでとさせていただきます。もしよろしければ、いつものようにチャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願い申し上げます。また、コメントなどもお寄せいただければと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。